皆さんこんにちは、かわゆうこです。今回はじゃーん、ビスト10月号の付録メイクをご紹介していきたいと思います。ビスト10月号の付録はカバーマークの毛穴消しファンデになります。こちらのファンデーションはカバーマークというブランドのファンデーションなんですけど、カバーマークはカバー力の高いファンデーションをすごいたくさん扱っていて、ニキビ跡やシミなども綺麗に隠すことができるファンデーションが揃っているブランドです。そのブランドから今年の7月5日に新しいファンデーションのシルキーフィットというパウダータイプのファンデーションが登場しました。その新作のファンデーションがこちらのビストの10月号には付いています。しかもじゃーん、この大きさなんですよ。たっぷり30日分入っていて、まるまる約1ヶ月間使うことができるので、自分の肌に合うかどうかとか、これからも使っていきたいファンデーションかどうかっていうことをしっかりと考えながら使うことができます。でこのようにちゃんとパフも付いています。でパフはこのように3層になっていて、真ん中が少し密集度の高い弾力のあるパフになっていて、周りがふわっとした柔らかいパフになっています。で肝心のファンデーションなんですけど、標準色の SN20 番というカラーが入っています。こちらのカバーマークのシルキーフィットの特徴としては大きく分けて2つあります。まず1つ目は強力な毛穴カバー力。こちらのパウダーファンデーションなんですけど、とても粒子が細かいので、小さな毛穴の凹凸にも吸い付くようにぴったりと密着してくれます。なので毛穴の凹凸をなくしてフラットに見せてくれることで、ツルンとした毛穴レスなお肌に整えてくれるんです。そして2つ目がメイク崩れを防ぐ。メイク崩れの原因である皮脂を密着成分に変えてくれる素材が入っているので、メイク崩れも起きにくくしてくれます。実際に指にとってみるとすごくサラサラとした感触なんですけど、すごく粒子が細かいので粉っぽさは全くありません。お肌になじませていってもすごくスーッと馴染んでいって、本当にサラサラとしたパウダーの感じがします。でもこうやって伸ばしていくとわかるんですけど、粉浮き感は本当に全くありません。で今手につけてみたんですけど、すごくつけ心地も軽くて、つけているのを忘れるぐらいふわっとしたつけ心地で、つけ心地としてはベビーパウダーをつけている感じと似ているかなと思いました。ではこちらのファンデーションを実際にお肌につけていきたいと思います。はい、では今下地までつけている状態なので、ここからファンデーションをつけていきます。パウダーファンデーションのつけ方なんですけど、まずパフをファンデーションを撫でるように2回取ります。そうすることでこのようにパフにファンデーションがついたんですけど、だいたいこのパフの2分の1の量で半顔をつけていきます。まずは頬からつけていきます。頬の中心から外側に向かってスーッと撫でるようにつけていきます。でこの時下から上に向かってつけていくと、毛穴にパウダーが入り込んでしっかりと凹凸をカバーすることができます。頬につけ終わったら今度は額につけていきます。こちらも撫でるようにスーッと滑らせていきます。この時力を入れすぎてしまうとお肌に摩擦が加えられてシミの原因にもなってしまうので、スーッと優しく滑らせるようにつけていってください。小鼻にもつけていきます。小鼻も同様に下から上に向かってつけていきます。そしてこの小鼻の際もつけ忘れないようにしっかりとつけていきます。そして鼻下、顎にもつけていきます。毛穴がどれだけ埋まっているかを分かりやすくするために、今こちら側だけファンデーションをつけて、こちら側は下地だけの状態です。こちらが今下地だけつけた状態で、反対にこちらがファンデーションをつけた状態のお肌です。こちらの方は少し毛穴の凹凸が目立ってツルンとしたお肌とは程遠いんですけど、反対にファンデーションをつけた方のお肌は毛穴の凹凸がしっかりとカバーされていて、ツルンとしたお肌に近づいているかなと思います。で実際につけてみて思ったんですけど、本当につけ心地が軽いです。ファンデーションってどうしてもつけている感があって、肌が呼吸できていないなっていう感じがする時が多いんですけど、このファンデーションは本当につけていることを忘れるぐらいふわっとした軽いつけ心地で、お肌が呼吸しているような感じがすごくします。でこのように見ていただくと分かると思うんですけど、本当に毛穴の凹凸が目立たなくなったかなと思います。でファンデーションをつけていて思ったんですけど、本当に粒子が細かいんですけど粉っぽさが全くなくて、お肌につけた瞬間ピタッと密着するんですよ。密着してくれるおかげでスーッとひと撫です
するだけでしっかりとお肌にファンデーションをつけることができるなと思いました。私ももともと毛穴がすごく気になっていたんですけど、これは毛穴の凹凸をしっかりとパウダーファンデーションで埋めながら、でもかつ粉っぽさもないファンデーションなので、毛穴が気になる方にはとてもおすすめのファンデーションかなと思いました。私も明日にでもこのファンデーションをカバーマークに買いに行きたいなと思ってます。皆さん、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもためになったなと思っていただけた方は、下の方にある高評価ボタンとチャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。質問やご要望もコメント欄からお待ちしております。インスタグラムでもメイク情報だけじゃなくて、おすすめのコスメなどもご紹介しているので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。